こんにちは、ナビゲーターの千里です。辻先生、今日もよろしくお願いします。お願いします。昔と違って今はネット社会じゃないですか。だからネットで情報をすごく得られる、うん、お客さんも得られる、はいはいはい、で営業マンにとってそういうお客さんってどうなんでしょう営業マンにとって、ネットで調べまくってる人はどうかとか、はい、もうあすげえ嫌な客だよ嫌な客なんだよ、もう手強いんだよそういうお客さん手強いんだよ、はい、まあ、ネットを使うお客さんっていうのはもうネットですごい調べまくってるから、はい、商品の特徴であったりとか、はい、価格の相場であったりとか、はい、使い勝手であったりとか、はい、あとはメリットとかデメリットとか、はい、まあ、そういうのをもう調べまくってるから、はい、ある程度知ってるのよ。だからちゃんとした情報をこう吸収してる人だったら、はい、逆に売りやすいのよ、はい、もうある程度分かってる状態で来るから、はいはい、そんなもうゼロから一から全部説明するってこともいらないから、はい、あんまり楽っていう時もある、はい、だけど基本的にそういう人は営業マンの話を鵜呑みすると損すると思ってるから、はい、だから、知識武装してから商談に挑むとか知識武装してから業者を選ぶっていうふうに考えてるわけ、はい、だから営業マンの話はこう鵜呑みにしないと、まともに聞いてたら損するとか思ってる人だから、はい、まあ、基本的に疑ってかかってくる人が多いよね、はい、うん、まあ、疑ってかかってくるまでもないけど、はい、対等に話をするために、はい、まあ、ある程度知識武装して商談に挑むっていう人もいてるし、まあ、僕はそっち側の人間なんだけど、はい、まあ、やっぱある程度知識を得てからその商談するっていう、はい、僕もそっち側の人間なんだけど、はい、まあ、でも営業マン側からしたら嫌な客だよね骨が折れるから、はい、うん、で変な新人営業マンなんかを連れていくと、はい、よこすとお客さんの方が逆にね、はい、商品知識の方を知ってる場合があるから、はい、絶対買わないよねそんな、はい、ネットで調べまくってる人のところに新人営業マンが来たら、はい、あ、まあ、全然分かってへんやんけとか言って言われちゃうから、はい、だから、まあ、昔は嫌だった、はい、はっきり言って。でも今はそんなに嫌じゃない、はい、はっきり、うん、まあ、さっき言ってたようにある程度知識をがある人と喋れるから、はい、まあ、1から10まで全部喋る必要もないし、はい、まあ、営業は楽になる、はい、ちゃんとこちら側もちゃんとした知識を持って、はい、ちゃんとした商談ができるんだったら正直楽な商談ができるんだけど、はい、だけど注意しておきたいのが、はい、そういうお客さんってひとえに安いところを探している場合がすごく多いから、はい、安さ命みたいなのが出てくるんだよ、そういうお客さんっていうのは、はい、でそういうお客さんっていうのはまあ、クレーマー予備軍みたいな人が多いから、はい、僕は基本的に無視するか断ってる、はい、安さばかりを求めてくる人には、ね、はい、うん、そういう人にはもう断ってる、ね、まあ、価格 .com を筆頭に、はい、安ければどこでもいいですよとかどこで買っても一緒だから安い方がいいとか、はい、もうなんか値段に興味がない人っていうのが、まあ、ある一定の数はいてるから、はい、まあ、そういう人ははっきり言って僕は断ってる、うん、で、まあ、そういう人って大変なんだよね、はい、価格の安さしか興味がないから まあ、ある意味、はい、安くしたら買ってくれるんでしょって言うかも、はい、思うかもしれないけどそういう人ってもう価格がね底値をつくまで、はい、調べまくるから結局ね制約にならないことがすごく多いのよ、はい、うん、でまあ、そういうお客さんってさっきも言ったようにクレームを呼び込んだから、まあ、僕のお客さんとしているかって言われたら僕はいらないんだよね、はい、そんな人はいらないからどうぞよそ行ってって言ってでどうぞよそで暴れ回ってきてみたいな、はい、ってなるんだよね。で僕が思う解決方法、はい、そういうネットを使うお客さんは、どうしたらいいんですかって言われたら予想で間違った情報を与えられてしまう前に先にこちらが一番最初に正しい情報を与えてあげるっていうのが解決策だなと思ってるんだよ。そしたらそういう安さ命みたいなそういう変なやつは離れていくし
例えば僕にぴったりなお客さんっていうのが集まってくるわけよ。だから情報発信者になりましょうと今こういうことやってるようにね、はい、解決方法はもう人に情報発信をこちらからする、はい、でネット検索して情報収集してる人はきっとそのこちらの情報発信に引っかかってくれるから、はい、パッてやってきてほほーと思って、はい、あ確かにって納得って、はい、この人の言うことは間違いないって思ってくれたらさっき言ってたようにスムーズに話が進むから、はい、お辻さんの言うことをお願いしますっていう、はい、でもよそでもう変な情報を植え付けられたりだとか、はい、もう盲信してる人ね変な話を、はい、自分で凝り固まってる人とかねどこで買っても一緒だから安い方がいいんだっていうのをずっと崩さない人、はい、工事が必要な商品は安さ命で選んじゃいかんっていうのを分からない人ね、はい、そういう人ははっきり言っていらないから俺いらないってずっと言ってたんだよ、はい、もうよそ行けってずっと言ってたから、だからそういう人は情報発信者になった瞬間そういう人来なくなるからね、はい、うん、だから無料で見積もり依頼を、はい、まあ、お願いするっていうのではなくてこちらでぜひお願いします見積もりをぜひやってください、はい、無料ですからって言うんじゃなくて、はい、まずは情報発信者としてまずは正しい知識を身につけましょうって言って、はい、小冊子とかレポートとか何でもいいんだけど、はい、情報を発信していくと誰よりも先に正しい情報を無料であげるっていうのが、まあ、そういうネットでネットで知識武装している人にスムーズに商談ができて正しい情報を流してお客様が調べてそう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 正しいんだなって信用してもらってってことですね。そう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 、そしたらめちゃくちゃ楽だから、はい、松井さんの言うことも間違いないと思ってるんでとか言って、はい、ってなるからすごい楽そういうのは。だからそういうのも含めてでこれからお客さんって絶対ネットで調べるから、はい、ネットで調べないっていう人なんてほぼいないからね、はい、だってスマホ片手にすぐ一瞬でねネットの世界にダイブできるから、はい、だからもう下調べ される他社と検討されるっていうのも全部踏まえてね、はい、だから第一者として情報発信するっていうのが解決策だから、これから営業していくんなら、はい、情報発信者になるべき絶対そう、はい、恥ずかしがらずに顔を出す俺出してるからね、はい、名前も出してるよね、はい、フルネームでねペンネームとかじゃないよって、はい、これからそういう営業がお客さんからも支持されていくし、はい、うん、これからそうやっていかないとなかなか難しくなっていくかなと思うね、うん、まあこんな感じかな。辻先生今日もありがとうございました。はい、ありがとうございます。